こんばんは。5月の連休頃から豊志川の方白掛けが始まりまして、加えて水量が不足してるんですよ。で、魚も擦れてきてですね、あとシーバスも入ってきました。川の状況4月から大きく変化しております。というわけで4月の釣り方プラスアルファでなんとか、現状も頑張っているところでございますが、具体的にはね、一番重要なポイント選びね、今この辺魚来そうだなとか、予想して早起きしていくってことね。あと釣る時間帯、夕間詰めなのか朝間詰め、あとは日が差してからとか水温上がってからとかね、あともちろんルアーのチョイスからね、あと巻き速度、トース、レンジ、流れストラクチャーなどなどといろんな要素が噛み合わさって、サクラマスのコンタクトにつながるわけなんですが、あの手この手とね、試せることは何でも試しながら楽しんでいます。というのも何が正解っていうのはないみたいなんですよね、サクラマスは。そんな中、先日非常に印象深い一匹のサクラマスと出会うことができました。サイズはね、57センチと、言うほど大きくはないんですが、目の前でね、見事なビッグライズを私に見せてくれたんですね。思わずおーって感じで込み上げるものがありました。まるで釣り漫画のワンシーンのような体験ができてね、本当に嬉しかったんですよ。そしてその模様を記録できていたことも本当にラッキーでした。このチャンネルの動画は共通の趣味をすでにお持ちの方、あとこれから始めてみたいという感じで興味をお持ちの方に向けて、釣りの楽しさまたは悔しさね、あと魚がかかった時の興奮、釣り上げた時の喜びや、サクラマスとのコンタクトになかなかつながらないって方へのヒントになればいいなとかね、とにかくこの趣味の素晴らしさを共有できればいいなっていう感じで、そういう思いで制作しています。ですから動画の方そうした目でね、楽しんでいただけるととてもありがたく思います。あと制作した動画の方楽しかったよって方はですね、まだまだ小さなチャンネルなんでね、子供プロダクションチャンネル、ぜひチャンネル登録、あといいねボタン、ベルの方もね、通知オンにしていただけると励みになります。というわけで5月の3週目早速見ていきたいと思います。あとそうそう、これ近所のスーパーで7000円ぐらいで売ってたんですよね、響き。これ定価ですかね、7000円ぐらいって。だとすればラッキーなんでしょうかね。なんかちょっと高く売ってますよね最近。でこれ飲みながら動画の方見ていきたいと思います。お疲れ様です。だけど何だろう、マスかスズキか。スズキだ。うわ、外れた。まあいいか。
結構いいね、このルアー。なるほど。是的，嗯。
決することができました。